ゆり子ちゃんが雑誌に書いたコラム記事読んだよ。好きな小説のことを熱く語ってたね。ありがとうございます。勢いだけで書いちゃったのでなんだか恥ずかしい。あ、でも本当に大好きなんだって伝わってきたし、ゆり子ちゃんにしか書けない文章で素敵だったと思う。うん、ミキだったら読み終わる前に寝ちゃってると思うな。本を読んでて寝落ちは私もよくあるので、でもミキさんが夢中になれる本もきっとあります。今の一押しはやっぱり西風の守護者ですね。久しぶりに出た新刊も素晴らしかったので。コラムで紹介してたファンタジー小説だね。あ、でも人気シリーズだから関数もまあまあ。長いの？それじゃあミキはパスかな。そんなことを言わずに、最初だけ、一巻だけ、それでも十分に楽しめちゃいますから。はい、名作西風の守護者をミキさんにおすすめしていたところで。主題歌なんてすごいわね、ゆり子ちゃん。もちろんバックはお姉さんに任せてね。うんうん、私にも任せてほしいな。ゆり子ちゃん、どうかしたの？すみません、あの、もう一回言ってもらっていいですか？大丈夫？随分苦しそうだけど。さっきまでその小説の話してたのに、ゆり子好きだったんじゃないの？大好きです！老若男女が楽しめる不朽の名作ファンタジーですから。映画と言いましたね。まず原作のどこを切り取るかが気になるところです。はっ、序盤の山場といえば鏡のお城。あれをどうやって映像にするんでしょうか。ちょっと叙述的なギミックなんですよね。読者の想像に任せるからこその良さがあって。ゆり子、一人で苦しんだり楽しそうに喋ったり忙しいの？雑誌のコラムでも熱く語ってたものね。この脇目も振らない情熱、若さだわ。あ、いえ、その、すみません、考えさせてください。でも、ゆり子ちゃんの大好きな小説だよね。その映画化でオファーを受けたんでしょ？はい、そうなんですけど、その…もしかして大好きな作品だからこそ悩むってことなのかな？プレッシャーとか。はい、恥ずかしながらその通りでして。そっか。でも
返事はすぐじゃなくていいんでしょ。すみません。せっかくのお仕事なのにわがままを。もし悩んじゃうことがあれば私たちに相談してね。話ならいくらだって聞けるから。はい、ありがとうございます。国産ファンタジーの金字塔、西風の守護者、待望の映画化決定。詳細は続報にて。映画化、もう発表になったんだ。コメントの反応、どんな感じだろう。結構好評なのかな。他にはどんな反応があるんだろう。わかる。不安になるのはやっぱりそこで。原作好きな人ほど。そっか。でもそうだよね。わかるよ。私も大好きだもん。その上主題歌が私だなんて。遅刻してレッスンもこんな調子で。すみません。全力で絶不調って感じだね。そういう日は無理しないで休憩多めで行こう。はい、ありがとうございます。ゆり子ちゃん、映画化が発表になってから特に悩みがひどくなったみたいだね。睡眠はきちんと取らなきゃダメよ。美容もそうだけど、何より健康のためにね。分かってはいるんですけど、ファンの人たちのいろんな反応を見てついつい考え込んでしまって。そうですね。よし、今夜からはネットを立って。あ、でもそうなると新刊の感想を忘れなくなっちゃう。それは困るかも。ゆり子は他の人の感想を読むのが好きなの？はい、自分とは違う視点での感想や深い考察を読むのはとっても面白いので。そっか、ならミキが本の感想を言ってあげようか。ミキさんが本の感想？え？まさか読んでくれたんですか？うん、ゆり子が言うから一巻だけ。はいはい、私も読みました。ここにいるみんな読んだよね。ええ、ゆり子ちゃんのコラムをきっかけに。とはいえ私も一巻だけだけど。私は一応全巻。もし正式なお仕事になった時その方がスムーズかと思って。皆さん
感想をお聞きしたいです。西風の守護者どうでしたか？結構面白かったかも。読みやすかったし。それで感想の方は？今のは感想だよ。いや、なんていうか、気に入った登場人物とか、この展開が良かったとか、そういうのは。名前は覚えてないの。でも読んでる時はなんか面白いなって思ってたよ。なんか面白い。でもそれで最後まで読めてしまうのはやはり名作の証拠。それじゃあ次は私ね。私はね、主人公たちが三角関係っぽくなるところが良かったと思うわ。森で迷っちゃうところですね。妖精の焼き餅が可愛くって。そうなの、もっとドギマギさせてほしかったな。あそこだけで一冊読みたいくらい。そうなると冒険ファンタジーではなく恋愛ものになってしまう気が。皆さん着眼点が独特ですね。確かに新鮮な感想ではあるんですけど。私はアクションが爽快だと思ったよ。特に鏡のお城は心理描写ともマッチしてて。ですよね。あそこは原作ファンからの人気も高いんです。私も面白かったよ。夢中になって一晩で読んじゃったくらい。レイカさん的にはどうでしたか？読み終わった後、なんだか胸がキューってなって、お味噌汁飲みたくなっちゃった。わかめと油揚げのやつ。プロデューサーさん、私はもう何もわからなくなりました。私は本当はあの小説のことを何も分かっていなかったのでは。こんな私が映画の主題歌なんて到底無理なんじゃ。これは脚本のプロット。いいんですか。正式に受ける前なのに。確かにその可能性はあります。でも気になる。ではなくて、大好きな作品だから私が関わるのが恐れ多くって、大役を任されたことを上手に受け止められないというか。きっとそうなんだと思います。はい、あのプロット読んでみてもいいですか？なるほど。妖精の視点にすれば鏡のお城も綺麗にまとまるかも。妖精の心情は原作にもなかったから、そのフォローにもなっているし、すごい。あの、とてもいい脚本だと思います。
大胆ですけど、リスペクトの感じられるアレンジだって思います。この脚本が素晴らしいことに違いありません。でも、そのどうしてそんなに信じられるんでしょうか。怖くないんでしょうか。もしファンの人たちに認めてもらえなかったらって。まだファンじゃない人ですか。私のコラムを読んでくれたのが始まり。私が好きと言ったから始まったお仕事なんですね。あ、そうでした。私はアイドルになって物語の伝道師になりたいって最初に。プロデューサーさん、大丈夫です。お返事はもう決めましたから。はい、私歌います。この物語の歌、風の戦士の歌を。奥の謎めいた世界、この表紙を目
の守護者の主題歌で、新曲地球儀にない国でした。私も原作が大好きで、だからこそ主題歌を歌うのはプレッシャーも大きくて、でも本当に大好きな作品なので、少しでもお手伝いしたくて引き受けさせていただきました。私の歌でこの物語の素晴らしさ、その一端でも届けられたらいいなって。それにもしかしたら私の歌がきっかけで興味を持ってくれる人がいるかもしれませんよね。なんておこがましいとは思いますが、とにかく本日はありがとうございました。はぁ、緊張した。皆さん今日は本当にありがとうございました。とっても素敵だったわ。ゆり子ちゃんらしく爽やかで、でも力強いステージだったもの。うん、本当に風になってどこまでも飛んでいけそうなくらい。よかった。それとプロデューサーさん、今回は本当にありがとうございました。まだファンじゃない人たちに物語を届ける、私にとっても大事なことだったのに、初心を忘れるなんて私ってダメだな。プロデューサーさん、そうですね、私を知る第一人者として、はっ、それはまさかとっくの昔に恋に落ちていたという宣言ですか。新たな戦法を次々にユリコってばなんか面白いの。ああ、ほら風邪をひいたら大変。みんな早く着替えに行こう。当然じゃないですか。今日は
清風の守護者の原作者先生と対談なんですよ。あーどうしよう、夢みたいだけど夢であってほしいような。まとめましたけど、でもこんな機会二度とないし、気になっていたことを思い切って、でも失礼を働いて嫌われたりしたらもう生きていけないかも。それなら話せることもあるかも。話に詰まってしまったらその話で。七尾百合子、